ロバート・ブラウニングは、イギリスの詩人、エリザベス・バレット・ブラウニングの夫であり、彫刻家、ロバート・バレット・ブラウニングの父。ロンドン郊外の裕福な家庭に生まれ、蔵書家の父と音楽家の母の訓導を受け、当時の上流階級の監修から、正規の学校教育を受ける機会はわずかであった。12歳で詩集を作り、14歳でギリシア語、ラテン語をマスターし、 古典を単独した。21歳から死や擬曲を発表したが、あまりにも難解だった。1846年、34歳の時6歳年上の女性詩人、エリザベス・バレットと結婚するも、楽譜の反対によって、フィレンツェに移住する。愛妻の死後に、ロンドンに戻る。55歳の時、17世紀ローマで起きた現実の殺人事件をめぐって、 10人の異なる証言で構成した壮大な物語詞、指輪と本を発表、ようやく東大一流の詩人と認められるに至った。晩年にヨーロッパを渡り歩いた末にイタリアに戻り、最後の詩集が観光された日にベネツィアで隠し、ウェストミンスター寺院南浴郎のアルフレッド・テニスンの隣に埋葬されている。代表作としては、劇死。 ピッパが通るピッパパセズが挙げられ、特にその一節、ゴッツインヒズヘブン、オールズライトウィズザワールドが広く知られる。上田里氏の役詩集、会長音の中で愛称される詩の一つに、ブラウニング、春の朝がある。時は春、日は朝、朝は七時、片岡に老道で、揚げひばりなのリイで、か上枝に、斜皮、神、空に白示す。すべて世はこともなし。 八行の平易なしくと伸びやかで肯定的な主題は、上田里氏の心地よい隠律の名役と相まって広く親しまれてきた。しかしこれは、独立した端子ではなく、ピッパが通るという長編劇史の一節である。一年一度の休日にピッパが、アソロで最も幸せな四人と思っている、家の前を通る。そのうちの一人をティマは、ピッパの工場のオーナー夫人で丈夫と結託して、 夫を殺したところで二人は抗論中だった。ピッパの屈託のない歌声と詩の内容に、上婦は心を動かされ、犯した罪の重さを悔やむ。その傍らを通る少女ピッパの歌う歌詞である。作家、夏目漱石も愛した詩人で、三四郎には四次郎が、盛んに連発する、ダーターハブラという謎めいた言葉は書出は、ホラティウスのラ天国、出て、 ファビュラで、君の話だ、人事ではないというほどの意味で、漱石は、ブラウニングの、騎馬像と、胸像ザ・スタチューザ・バストという詩から引用した。互いに惹かれ合いながら一歩を踏み出す勇気がなく、秘めた思いを銅像に封じ込めた貴族と人妻の恋を、風刺的に描いた物語詩で、三四郎と峰子にとってはまさに、人事ではない。上田里氏は、 三四郎の約一年後に発表した小説、渦巻において、この詩を重要なモチーフとして用い、詳しく内容を紹介した。漱石の弟子、芥川龍之介は自ら、ブラウニング信者と称し、ブラウニングの指輪と本を意識的に下敷きにして、矢部の中を書いたとされる。赤毛のン』の関東に、ブラウニングのエブリンホープの一節、あなたは良き星のもとに、 生まれ、生徒人論により作られたがあり、最後の二行でピッパを引用して終わっている。ありがとうございます。